トベブイエス、キンプリ、番組が選んだ驚きの一手、なぜ長瀬角が、避けられたのかナンバー、愛の勢いは、とどまるところを知らない。3月2日には、平野史洋、神宮寺優太、岸優太のメンバーが、NHK の音楽番組、ベヌー101、日常派テレビへの初出演を果たした。さらに、3月30日には、ウィズミュージック、日本テレビ系で民放初歌唱、4月1日には、CDTV ライブ、ライブ、 TBS 系の生出演、4月10日には、週刊内イミュージック、フジテレビ系に出演予定となっている。この数ヶ月、ナンバー、愛はまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。2024年の元旦にリリースしたデビューシングル、ゴートは、YouTube で公開された MV がわずか3日間で1000万回再生を記録するなど、で、出しから絶好調だ。NHK への出演を機に、各局が彼らをゲストに迎えるようになった。 この流れはまだまだ続くだろう。特に目立つのは平野の仕様だ。CM 企業やアンバサダー契約が相次ぎ、彼が関わるあらゆる活動は平野売れとなり、滝沢秀明が代表取締役を務める、戸部の中でも特別な存在感を放っている。戸部の全所属アーティストが出演した東京ドームライブ2ヒーローズから戸部ファーストスーパーライブでは、平野さんのファンが大勢集まった。 彼の持つ影響力はもはや周知の事実であり、テレビ局もそれを利用したがるだろう。音楽番組以外でも彼の出演が続くことだろうとスポーツ記者は語る。トべの東京ドームライブは4日間で22万人を動員し、その様子はウェブニュースだけでなく地上波でも取り上げられた。だが、物議をかもす出来事があった。それが、週一、日本テレビ系の放送だ。 3月24日の放送会で、戸部の東京ドームライブの映像が約1分程度放映されたが、映像は流されるだけでコメントはなく、スタジオメンバーが映し出されるワイプが挿入された。番組のレギュラーである中丸雄一もその中にいた。問題はこの日のゲストにあった。キングプリンスの長瀬門と門脇麦がドラマの番宣でスタジオに出演していた。ところが、 トベのライブ映像が流れる際には、なぜか長瀬の姿は映し出されず、代わりに角脇や中丸が二度も映される事態が起きた。その後のエンタメニュースでは、長瀬の姿が普通に映されていたため、番組が彼を避けたかのように見えた。ナンバー、愛のメンバーは、もともと金プリの一員だ。長瀬にとっては、彼らは旧友のようなものだが、トベとジャニーズ事務所との関係には、以前から複雑な噂があった。 だが、最近では、その噂も次第に消えてきており、ナンバー、アイやトラビッシュジャパンが CDTV に出演するなど、それが証明されている。だからこそ、週一の配慮が逆効果になると感じられる。SNS 上では、長瀬くんどんな顔してたんだろう、やっぱり一緒に映らないかなど、ファンの落胆の声が上がっていた。番組の配慮だと思われるが、それが逆に憶測を生んでしまったのだ。ナンバー、 愛の活動が軌道に乗り始めている今でも、キンプリとの共演を願う声は根強い。果たしてその願いはいつ叶うのだろうか。ナンバー、愛の活動は目覚ましく、彼らの成功はファンや業界の注目を集めています。しかし、その一方で、テレビ番組の配慮が逆効果になる事態も生じています。3月24日に放送された、週一日本テレビ系のエピソードでは、 トベの東京ドームライブの映像が約1分間放映されました。しかし、注目すべきはその映像を取り巻く状況でした。ゲストとして登場したキングプリンスの長瀬門と門脇麦は、ドラマの番宣でスタジオに出演していました。ところが、トベのライブ映像が流れる際には、なぜか長瀬の姿が映し出されず、代わりに門脇や中丸が2度も映される事態が起きたのです。その後のエンタメニュースでは、 長瀬の姿が普通に映されていたため、番組が彼を避けたかのように見えたのです。ナンバー、愛のメンバーはもともと金プリの一員であり、長瀬にとっては彼らは旧友のような存在です。しかし、彼らが脱退した際には、事務所の上層部との対立やメンバー間の不和な原因と報じられました。特に平野市業と長瀬カルの対立が激しかったという噂も広まっていました。 トベとジャニーズ事務所との関係は以前から複雑であり、その多分を感じさせなくなっているとはいえ、まだまだ緊張感が残っています。それでも、ナンバー、アイやドラビッシュジャパンが CDTV などに出演するなど、関係が改善されているのは事実です。しかし、番組側の配慮が逆に憶測を生んでしまったことは否めません。SNS 上ではファンたちが、長瀬くんどんな顔してたんだろ やっぱり一緒に映らないかといった楽胆の声を上げています。ナンバー、愛の活動が順調に進む中でも、ファンたちは未だにキンプリとの共演を望んでいます。果たして、その願いはいつ叶うのでしょうか。彼らの未来がどのように展開されるのか、楽しみでなりませんね。この物語の結末はまだ見えていませんが、彼らの歩みは確かに音楽界に大きな足跡を残しています。